はい、今からトイストームというカメラアプリを紹介します。これはリアルタイムで撮影するアプリなので、このようにカメラの操作画面が出ています。で、今これを今回は被写体にしたいと思います。エフェクトはこのカラーというところをタップすると5段階に変わります。それぞれのエフェクトの名前は下に出ているので、ここを見ながら変えていきましょう。次に AFAE、 こちらは露出と焦点がバラバラで設定できるようになります。この丸い方を合わせるとそこの部分の明るさに設定されます。この位置はドラッグすると変えられるので簡単に変えることができます。今鳥の上に両方持ってきたので、鳥にピントと明るさが合っている状態です。これで撮影すると、撮影した写真は右下のここを押すと見ることができます。こんな写真が撮れました。一番上のトンネルをオンにしていると、今の写真のように四隅に黒いのができるので、トンネル効果の写真が撮ることができます。また一番左のこのゲージを上げると、今はちょっと効果が出にくいので分かりにくいんですけれども、木漏れ日のなんか太陽の下とかで撮るときはこれを上げて撮るとふんわりした写真が撮れます。トイレ地のようにアナログ感楽しめるカメラアプリになってます。撮ってみてください。